皆さんどうも、どうも、こたつの自由気ままにチャンネルでございま す、この始まりちょっと久々なんですけども、本日はですね、はい、タイトルにもある通り衝動買いですね。最近いろいろね、そうそうそう、本当にねちょっとね素敵なね食器をね見つけたので、そちらの紹介をさせていただきたいんですけども、その前にねこちらですよ。こちら説明してあげて。名前はね、ネスカフェドルチェグストジェニオ2。はい、これよく何そのさたまにさ、どっかお邪魔した時とかにさ、事務所とかによくあるじゃん。あるね。それをね、これ半額で売ってたんですよ。なんか元々定価1万ぐらいだったのが、5000円で半額だって、もうこれ今買うしかねえんじゃねっつって、もともとね、うちにはもうコーヒーメーカー自体はあったんですよね。豆から引ける、なんですけど、なんかちょっと憧れがあって、なんか分かるでしょ。分かるよ、欲しいよね。憧れがあって、でもお客さんが来た時にね、さっと出せるじゃん。もうお客さん来ないんだけど、まあまあ、まあそんな感じで買ったわけなんです。で、これ定価が1万ぐらいだったのが半額で5000円ぐらいだったんですよね。素晴らしい。しこれはドンキでね、しかもドンキがもうそのドンキが終わっちゃうっていうんで、閉店セールみたいな感じで半額で売ってて、なおさらだよね。じゃあ買ってあげなきゃと思って買ったんですよ。そしたらね、先日コストコ僕たち行ったじゃないですか、コストコでねもっと安かったんですよね。まあ、もっと安かったっていうか、そのコストコでは6000円ぐらいだったんだよね。だから本体だけ買うんだったら安かった、こっちの方が安かったんだけど、ただコストコだとこのドリンクの、この箱というかさ、わかる、箱ごとね、パック売ってんだよね。カプセルがなんかめちゃくちゃセットになって6000円だったんですよね。だから結局、トータル買うんだったら、まあ、その時ついてるカプセルが好みじゃなかったら多分本体こっちだけ買って、好きなの個別に買った方がいいと思うんだけど、まあ、まとめ買いをしたいって時だったら多分普通にコストコで買ったらすげえ安く買えるんじゃねえかなと思ったんで、皆さんもしね半額で5000円とかで売っててもコストコに行けば、もしかしたらこれローストブレンドとか確かセットだったから、そっちの方がワンチャンおすすめかもしれないけど、まあ、だとしても私は後悔はしていない。すごい説明長かったけど了解です。じゃあ飲んでみようか。ちょっとやってみていい、やってみていい。で、はい、もうこれ今日初めてやるんで、でこれを飲みながらいろいろね、ゆっくりハサミ焼きのね皆さんにね魅力をねお伝えできたらなと。でこれもねまた最近ね料理たくさん、作ってるんで、その時にね出せたらなと思ってますね。はいね、いや最高だねこれ。ちょっとじゃあカプチーノからってあ、じゃあ2種類やる、2つ作ってそれぞれ1個ずつ味見する。あ、オッケーオッケー、いいよ。なんかブラックはもう味見予想がつくから、そうだねこれはね、こっちにしよう。フラットホワイトとカプチーノ、ぶっちゃけこれに関してはさ、いつも引いてる方の方が多分うまい説はあるよね。それはまあやっぱさ豆から引くのがそりゃうめえよ。それはうまいんだよ、香りが違うから。はい、じゃあいきますぜ。はい、じゃあまずはカプチーノからいこうかな。電源入ったよみんな、はい、電源入った。そしたら、ここ分かる、カラータイマー点滅みたいになってるんですよ。分かるかな。分かる分かる、緑に光ってるんだけど、でこれを、ここ後ろにレバーみたいなのがあって、ここにねこうやって後ろに倒すとこのメモリが上がってくるんですよね。きっと伝わってると信じてる。でこれを6に合わせると、でそしたら上ピッて開けてここに設置、でこれを、そしたらここを突入させて、閉めて、でホット、おお始まった、突如始まった。でホットとアイス後ろに書いてるから、見てる完璧なんだけど、出てる、あ、めっちゃミルク、楽しい、感動。手軽だ ねすごいね。でもさ、豆からってさ、まあ、大変ではないんだけど、早っ。で全然こっちの方がいいんじゃない。そしたらこれ1個、まずミルクの部分が終わったから、またこれぶっ刺して、今度はメモリを1にすると、1にしてホットで出た。おお、めっちゃいい香りする。そっか、量が少ないから1メモリなのか、これはエスプレッソだからね。はい、ということでこれでカプチーノ。すっげえやば、テンション上がる。ちょっとこぼれちゃうからなんですけど、分かるから、この角なの分かる、こっち見えてる、全然見えてない、見えてないか。ちょっと危ない、気をつけて、ちょっと待ってね。あ、手が震えが、これね、めっちゃクリーミーな泡になってます。
ちなみにね、あの皆さんたまに手の震えの話になるんですけど、こうちゃんはね細かい作業をすると手が震えるんですよ。そう。そうだから皆さんあの病気とかじゃない。病気とかじゃない。あ、酒も飲まんすよ俺、はい、アルチューとかでもないからね。俺もう小学校の時から図画工作とかそういう細かい作業ができなかったでは2つともできたので、はい、早速飲んでみたいと思います。カプチーノ。あのね、あとで飲みやすいよ普通の、うん、なんかね、なんかあのいい意味で、いい意味で言えば飲みやすい、悪い意味で言えばコクがちょっと足らないかなっていう、カプチーノ感がちょっと薄いかな。あー確かに飲みやすい。あの例えをこんな感じで言っていいのか分かんないけど、うん、自販機のカップの飲み物あるじゃん、うん、あそれだよね。そんな感じ、うん、だから多分あのやっぱコーヒーとか牛乳を使ってるわけじゃないから、うん、そういうなんかそこの手作りのコクとかがまだ足りないけど、ただ手軽にこの秒数秒で準備ができて飲めるっていうんだったら全然いいかなって感じ、うん、持ちづらこのライオンのさこの取っ手部分これやばくない？でも待って待って、でもねこれあれだよ、こうちゃんが可愛いって買ったやつだからね。この飲みづらじゃあちょっとフラットホワイト、これは、うん、そうだね、フラットホワイト。こっちちょっと気になってんだよね、カプチーノはさやっぱちょっと難しいよね。うん、美味しい。あ、俺こっちのが好き。何なんだろうこれ、何フラットホワイトってそもそも何。シドニーのカフェの定番で、うん、今や世界中で愛されているラテ。濃厚なエスプレッソに熟練バリスタがきめ細かく泡立てたミルクを丁寧に注ぐことで生み出される滑らかな泡とキャラメルを、うん、思わせる風味、うんうん、だからな味わい、こっちよりもなんか甘い感じする本当に。なんかでも飲みやすい、系統は似てるよね。あ、両方ともだってエスプレッソとミルクだもんね。ただちょっと違いはあるよね。ちょっと違う、個人的にはこっちの方があの好みかな。まあ僕は甘いの方が好きだから、どうせ苦くするんだったらカプチーノもうちょっと苦い方がいい、よくない？そうだね。はい、ということでメインに行きたいと思います。はい、ハサミ焼きっていう焼き物、そのアリタ焼き、そう地域的には有田焼きとかとその近くにあるらしいんですけど、有田の下の方にあるって言ってた、ね、そうすごい本当に可愛かったんでおすすめしたいと思います。まおすすめじゃないや、お見せしたいと思います。まずはこれ丼飯の器ですね。あな、下にナチュラル69って書いてある、お店の名前かな。なんかこれ僕たちがそのなんかマルシェって言ってたんだけど、そうあのなんていうんだろう、フリーマーケットじゃないんだけど、うん、その各店舗さんが持ち寄って、うん、なんかその青空市場じゃないけどなんか物産展的な感じだよね、外のね。そうそうそう、外の物産展みたいなところで売ってて、うん、そこでなんかその食器、そのハサミ焼きを売ってる食器のお店があって、もうそこで買ったんですよ。一目惚れだよね、くっそ可愛いと思って。デザインもあれなんですけど、やっぱ形、うん、あの僕たち最近料理の動画結構出してるんで、丼にもいいかなと思って買いました。ちょっと近くに寄ります。こんな感じ、可愛いよね、形が本当に可愛くて。あと今片手で持ってるんですけど、めちゃくちゃ軽いんですよ。軽いよね、すごい。だから割れないようにだけ注意したいなと思ってるんですけど、中は別に普通ですね、普通なんですけど、それあれ可愛い、形が、はい、こんな感じです。だから丼物とかね、いいよね。そうそうそう、で同じ柄だとつまんなかったんで、もう一個、こっちはちょっとベージュっぽい色なんですけど、こっちはほぼ真っ白で、あの紺のシマシマだって、オーダーっぽいやつね。これの他にも一応ね、他のデザインあったよね、こうちゃん、うん、こんな感じです。いろいろあったけど、まあなんかいっぱい買いすぎてもなっていうのがあったんで、ただ値段的には1個1400円とか1600円とか、うん、結構いいお値段したんで、あんまたくさん買えないなっていうのもあって、まあでもこれね、うん、めちゃくちゃ満足するお買い物だったんですけど、かわいいなって。まずは丼、丼とこれ、これも同じハサミ焼きってところ、全部今回ハサミ、ね、全部ハサミ焼きですね。はい、こんな感じ、いいでしょう。柄わかるかな、煮物とかね、そういうちょっと大きい大皿料理の時にすげえ映えそうだなと思って。そう、これこの大きさで欲しかったっていうのもあるんですけど、やっぱこの柄だよね。よくさ、あのドラマとかでさ、こうやってさ、小料理屋さんのさ、こうやって並べてさ、カウンターにあるやつね、カウンターにあって並べてるみたいなさ、そんな感じの、もうこれ本当におしゃれだなと思って、こうちゃんが言った通り煮物に絶対使いたいなと思ったのと、煮物だけじゃなくてもね、普通になんだろう、唐揚げとかさ、そ う, もういいと思うし、そういうの盛り付けるのにもすごいいいなと思って、あとバパスタとかもすごい合いそうなんだよ ね,、うん、いいよね。やっぱあの洋風のパスタってさ、結構真っ白だったりさ、うん、青とかそういうのが合いそうだけど、ちょっとこの和っぽいから、
だとそういう和系のパスタも合うかなと思ったんで、でちょっと深みがあるっていうのもいいよね、うん、そうだね。だからこれの場合はちょっと取り分けになっちゃうかもしれないけど、あの2つ買いたかったんだけど、やっぱねちょっとお値段的にね、そんなたくさん買えないと思ったんで1個だけね本当に選んで、他にもね4種類ぐらい柄あったんですけど全部良かったよね。全部良かった。でも今回はあんまり癖のないあの白っぽいやつを選びました。これはこうちゃんが選んだやつだね。これクソ可愛くない？まずは箸置き、クジラの箸置き。これクソ可愛くない？これやばいよね。こんな感じです、箸置きは。はい、可愛い、めちゃくちゃ可愛い。で続いてこれもう小皿、もう絶対欲しいってやつね。小皿のやつでクソ可愛くない？これまずはこっち白い方ね、あんこうなんですよね、ちょうちんあんこうの柄の小皿。これはやばいよね、超かわいい。でこっちが紺の方ですね、紺の方のちょうちんあんこうの柄。いい、かわいいよねこれマジで。かわいい。はい、これも買いました。でもマジで軽いんだよね。すっげえ軽いよね、びっくりするぐらい。こんな風に持っていいのかって感じだけど、多分ちゃんと陶器なんだけど、うん、なんかもう軽さで言ったら本当プラスチックぐらいの、そう軽さで、軽さなんだよね。いい、そこも良かったよ ね単純に重いよりも軽くて。で最後これめっちゃ可愛い、なんか沖縄チュラーメ水族館とかで売ってそう海遊館とかでありそう。でも結構海のものをなんかモチーフにしてるのがそこは多かったです、ね、はい、こんな感じで、あれだね、海の中にいるような感じで。でこれの他にもクジラとかもあったんですけど、今回はあの真ん中になんか物をなんだっけ、そのお刺身とかね、カルパッチョとか置いた時に映えるような感じでこれを選びました。あんまり癖のないやつにしたよね。でもこれが本当うん、1枚だけだけど欲しかった。これも結構なお値段したと思うんだけど、うんうん、これでもめっちゃ可愛かった。いや本当にね全部可愛かったんだよね、うん、ただねもっと派手なのもあったんだけど、 それにしちゃうともう料理よりも絶対そのお皿にしか目がいかないなっていうぐらい、そうだね、うん、すっげえ可愛かったんだけ どでももしまたちょっと今度機会があって行ったら、うん、もしかしたら衝動買いしちゃう可能性はあるんだけど、それぐらい良かった。全部可愛かった。見たことある方いないかな。でもハサミ焼きを知ってる方だったら、しかもこの裏のさナチュラル、うん、これ多分お店の名前かなんかかもしんないんで、もしかしたら知ってる方いるかも ね。あとなんかこのメイドインジャパンっていうのが嬉しいよね。いい、もう最高で、あの合計の金額なんですけど8078円ですね。から1234567 8.で8000円。そうだから、全部の値段細かくはちょっと覚えてないんですけど、まあそれなりのお値段というか、やっぱり、ね、僕たちがいつもねお世話になってるニトリと比べたらちょっといいお値段かなっていうことで、まあ、今回はね厳選してこんな感じで選んでみたっていう感じですね、はい、いやでも後悔してない。いや全然、もっとむしろ帰ってきた後に、あもうちょっとこれ買えばよかったなとかってちょっと思ってるぐらい、あんま ね衝動買いってしないんだけど、2人とも今回は買っちゃったよね。はい、ということでその他にねちょっとねまだこうちゃんが気になったものがあるんで、 それも、ね、そこの今回マルシェであったんですけど、うん、これ、ね、買ってる最中にずっとめちゃくちゃいい匂いしてた。そう、何この匂いっつって、めっちゃ香ばしいって言ったら、なんかねごまをひいてて、うん、そうそうそう、なんかその場でごま油を作ってたんですよ、ね、そうそうそう、そのごま専門に扱ってるお店があって、そこでこちら、はい、ごまのふりかけっていうのがあって、こちらね3点買ったんですけど、3点で1000円、ね、1000円だったんですよ。ごまふりかけのこちらが醤油、うん、見えるかな、はい、醤油とエビ、エビで、はい、うん、これわさび、さっきのわさびで、あともう1種類、うん、梅っていうのもあったんですよね。だった4種類あるうちの、3つで1000円で、全部味見したんですよね。うん、っていうかね、全部うまかった。全部うまかった。全部うまかったんだよ。梅も本当に美味しかった。美味しかった。単純にご飯にかけて食べたいか、まあなんか一個さメイン作った時にさ、うん、たまにこの子たちがこんにちはする可能性がある、ね、出てくる可能性ありますね。はい、ただ単純にこっちはハサミ焼きは僕たちもまあ動画で、ね、これもねおすすめしたいなっていう感じなんですけど、こっちももし見かけたら絶対なんか試してほしいなっていう、その味見ができるんで、うん、ぜひ味見してほしいなっていうぐらい。あのね、美味しかった、ね、ごまの風味がねすごいんですよ本当に。じゃあ山口ごま本舗さんってところがね、うんうんうん、なんでもし見かけた際はね、本当にこれちょっと味見した時美味しかったんで、はい、ぜひぜひ。でその時にちょうどそのごま油引いてたってさっき言ったじゃないですか、うん、その時になんかその買ったらおまけでこちらそのそう絞りかつじゃないんですけど、うん、おからみたいなやつをくれて、使い方としてはなんかまあすりごまと同じような感じで使ってくださいって言われて、うん、なんかお試
飯でいただいたんですけども、はい、その時に一応これも商品として売ってたんですよ。売ってたね、うん、なんだけど普通にいただけたんで今度これ使って普通にあのごま和えとか作ろうかなと思ってて、ありがとうございます。ありがとうございます。で結構日持ちもするって言ってたんで、そうそうそう、すごい冷凍、ね、単純にもう自分たちが楽しむために買ったんですけど、まあ、でもとりあえずね早くこれを紹介してこれを動画に使い方したかったんですよね。そうからもうていうかこれもそうだよ、ね、そう早く開けたかったこれ。これね買って1週間ぐらいね温存してたの。そう早く動画で、でもなんか1本にするにはさちょっとあれかなと思って全部まとめてやろうねって話になってたからちょっと貯めてたんだけど、うん、もうこれが俺は可愛くてしょうがない。大満足だね。大満足です。いや僕はもう早くこれでご飯、お蕎麦とかご飯とかを食べたい。もうすごい可愛いよマジで。でもさこの前さテレビでさ、うん、マツコの知らない世界でさお茶碗によってご飯の味が変わるって言ってたけど、いや本当に茶碗というかあの食器で変わるよね。多分気持ちの問題だと思うんだけど、本日はですねこちらジェミオだっけ、ジェミオ2かなとジェミオだ、ジェミオじゃなかった、ジェミオ、あ、ジェニオだジェニオだこいつ、そうジェニオね、はい、はい、これジェニオ2とハサミ焼き、はい、とまあおまけでねごまふりかけなんですけど、はい、最近ね衝動買いしたものをね紹介させていただきました。はい、ということで以上になります、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。見かけた際はぜひ一度試してみてください。これは特に美味しいです。美味しいんで、はい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイ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 。